3月の23日に町亀江差の総会を開きました。でその設立総会の中で、それでは法人化を皆さんと共にお祝いしたいと思います。乾杯。乾杯。ありがとうございます。この後私料理の方に参りますので待ってます。江差町としても高齢化の中でどう生活できるような、地域を作っていくか非常に難しい課題ではありますけれども、地域の皆さんの力をお借りしながら一緒に盛り上げていきたいと思っています。からって肩肘張ってやるわけじゃない。今までの延長で楽しく長続きするように会員で仲良くやっていけたらなと思ってます。